戦場の風景が一変した。かつて西側諸国の誇りだった最新鋭戦車が今やロシアの展示品となっている。これは単なる展示会ではない。戦争の残酷さと予想外の展開を物語る衝撃的な光景なのだ。今回はロシアがどのようにして戦車や装甲車を鹵獲したのか、その驚くべき真実について解説していこう。モスクワ近郊の愛国者公園、ここに並ぶのはドイツ製レオパルト2、アメリカ製 M1 エイブラムス、イギリス製チャレンジャーといったまさに西側諸国の主力戦車だ。これらの戦車はつい最近まで西側諸国の威信を象徴する存在だった。しかし今、それらはロシアの戦利品として無残な姿を晒している。展示されている兵器は戦車だけではない。フランス製の装輪装甲車 AMX-10RC、 イギリスがウクライナに供与した装甲車マスティフやハスキー、アメリカ製の装甲兵員輸送車 M113、 そしてアメリカ製のブラッドレー歩兵戦闘車まで様々な種類の装備が並んでいる。これらはすべてウクライナ戦争の最前線で使用されていたものだ。この光景が意味するものは何か。最新鋭の装備を誇る軍隊でさえ戦場では思わぬ結果に直面する可能性がある。この展示はそんな戦争の本質を私たちに突きつけているのだ。来場者の表情は複雑だ。驚きと興奮、そして一抹の不安が入り混じっている。これが本当に敵から奪った兵器なのか、我が軍はこれほど強いのか、それともこれは単なるプロパガンダなのか、さまざまな疑問が人々の心の中を駆け巡る。ロシアがこれらの鹵獲兵器を展示する理由は何か。それは単純なプロパガンダだけではない。より深い戦略的意図が隠されているのだ。まず国民向けのメッセージがある。我々は強い。西側の最新兵器さえも打ち負かすことができる。この展示はロシア国民の士気を高め、戦争継続への支持を取り付ける効果的な手段となっている。実際展示会を訪れたロシア国民の多くは自国の軍事力に対する誇りを新たにしているように見える。我が祖国は世界最強の軍隊を持っているのだ。そんな思いが来場者の目に宿っている。しかしより重要なのは国際社会への警告だ。どんなに高度な兵器を投入しても我々を倒すことはできない。これは西側諸国の軍事支援の効果に疑問を投げかける狙いがある。ロシアはこの展示を通じてウクライナへの支援が無駄であるというメッセージを発信しようとしている。いくら最新兵器を送っても結局は我々の手に落ちるだけだ。そんな暗示が展示の背後に潜んでいる。さらに軍事技術の観点からも重要な意味を持つ。鹵獲した最新兵器を詳細に分析することでロシアは西側の軍事技術の秘密に迫ることができる。これは将来の軍事開発にも大きな影響を与える可能性がある。例えば西側の最新戦車の走行構造や電子機器のシステムを解析することでロシアは自国の兵器開発に生かすことができる。さらに敵の兵器の弱点を把握することでより効果的な対抗手段を開発することも可能だ。この展示はロシアの軍事技術者たちにとって貴重な研究の場となっている。彼らは展示されている兵器を細部まで観察し、そのデータを記録している。これらの情報はロシアの軍事力強化に直接的に寄与するだろう。鹵獲兵器の存在は戦争の様相を大きく変える可能性がある。それはなぜか。例えばウクライナに供与されたアメリカ製 M1 エイブラムス戦車、これらの戦車はウクライナ軍の反転攻勢の切り札として期待されていた。しかしその一部がロシア軍に鹵獲されたことで状況は一変した。エイブラムス戦車の弱点が露呈したのだ。報道によればこれらの戦車はドローン攻撃に弱いことが判明。アメリカは前線からエイブラムスを撤収させる判断を下したという。
この展開は軍事専門家の予想を大きく覆すものだった。最新鋭のアメリカ製戦車がロシアのドローン攻撃に脆弱だったのだ。この事実は現代戦におけるドローンの重要性を改めて浮き彫りにした。さらに驚くべきは、ロシアがエイブラムス戦車を鹵獲し、その内部構造を詳細に分析できる立場にあるということだ。これはアメリカの軍事技術の機密が漏洩するリスクを意味する。軍事バランスに大きな影響を与える可能性がある展開だ。ロシアの軍事専門家たちは鹵獲したエイブラムス戦車を細部まで調査しているという。彼らはその装甲構造、エンジン性能、火器管制システムなどあらゆる側面を分析しているという。この情報はロシアの次世代戦車開発に大きく寄与する可能性がある。また鹵獲兵器の存在は戦場での戦術にも影響を与える。例えば敵の通信機器を鹵獲することで、その暗号システムを解読できる可能性がある。これにより敵の動きを事前に把握し、より効果的な作戦を立てることができるのだ。さらに鹵獲兵器を偽装して使用することで敵を混乱させる戦術も考えられる。実際過去の戦争でも鹵獲した戦車を使って敵陣に侵入するという戦術が用いられたことがある。このように鹵獲兵器の存在は単なる展示品以上の重要性を持っている。それは戦争の様相を一変させる可能性を秘めた戦略的資産なのだ。鹵獲兵器の存在は戦争の新たな局面を示唆している。それは技術の優位性だけでは勝利を保証できないという厳しい現実だ。確かに西側諸国の最新兵器は高度な性能を誇る。しかしそれらが敵の手に渡ればかえって自軍にとって脅威となる。この事実は軍事戦略の根本的な見直しを迫るものだ。例えばフランス製の装輪装甲車 AMX-10RC、 この車両は高い機動性と火力を兼ね備えた最新鋭の装備だ。しかし今それはロシア軍の手に渡り、逆にウクライナ軍を脅かす存在となっている。この状況は軍事技術の開発と運用に新たな課題を投げかける。敵に奪われても簡単に使用できない、あるいは奪われた場合に即座に無力化できるといった機能の必要性が今後高まるかもしれない。実際一部の最新兵器には遠隔で無力化できるシステムが搭載されているという。しかしそのようなシステムも敵に解析されれば意味をなさない。より高度で複雑な防御システムの開発が求められるだろう。さらに鹵獲兵器の存在は心理的な影響も大きい。自軍の最新兵器が敵に奪われ展示されるという事態は兵士たちの士気にも影響を与えるだろう。この心理的影響を考慮すると、今後の軍事訓練では装備を敵に奪われた場合の対処といった新たな要素が加わる可能性もある。兵士たちは最新兵器の操作だけでなく、それが敵の手に渡った場合の対応策も学ばなければならないかもしれない。また鹵獲兵器の存在は軍事同盟のあり方にも影響を与える可能性がある。同盟国間で最新兵器を共有する際、それが敵の手に渡るリスクも考慮しなければならない。このため技術供与の条件がより厳格になる可能性もある。さらに鹵獲兵器の展示は国際法上の問題も提起する。ジュネーブ条約では捕虜を公衆の好奇心から保護することが定められている。兵器の展示は直接的にはこれに抵触しないが、捕虜の尊厳を傷つける可能性がある行為として国際的な議論を呼ぶかもしれない。この鹵獲兵器の展示が示す戦争の本質について考えてみよう。それは戦争の予測不可能性と技術だけでは解決できない人間の要素の重要性だ。どんなに優れた兵器でも、それを操る人間の判断や指揮が伴わなければ意味をなさない。逆に劣勢にあっても人間の創意工夫や決意が状況を一変させることもある。ロシアによる鹵獲兵器の展示は単なるプロパガンダ以上の意味を持つ。それは現代の戦争の複雑さと予測不可能性を如実に示しているのだ。
最新鋭の兵器が敵の手に渡る。その事実は技術の優位性だけでなく、それを運用する人間の要素、そして予期せぬ事態への対応力の重要性を私たちに教えている。戦争は単なる兵器の対決ではない。それは人間の知恵と決意、そして時には運命の偶然が織りなす予測不可能な戦いなのだ。鹵獲兵器の展示はその戦争の本質を私たちに静かに、しかし強烈に語りかけている。この展示会を訪れた人々は単に敵の兵器を見るだけではない。彼らは戦争の残酷さとその予測不可能性を目の当たりにしているのだ。そして同時に平和の尊さを改めて認識させられるのではないだろうか。鹵獲兵器の展示は戦争の勝利を誇示するものではない。それは戦争の無意味さと平和の重要性を訴える無言の証言者なのかもしれない。次の動画ではロシアの戦車をたった一人の兵士が無力化する対戦車ミサイルの威力について解説しよう。